シモーネ・ペロッタは、イングランド・グレーター・マンチェスター・アッシュイコール・アンダー、イコール・リン出身の元サッカー選手。元イタリア代表。ポジションはミッドフィールダー。中盤ならどこでもこなす、ユーティリティプレイヤー。豊富な運動量を生かした、激しい当たりと、鋭い読み出の潰しを得意とする。レッチーナのユースチームで育ち、1995年に、セリエビーでデビューを果たすと、 チームの中心選手となっていった。レッチーナでの活躍を受けて、1998年に、ユベントス FC に加入する。しかし当時のユベントスの中盤には、ジネディーヌ・ジダン、ディディエデシャン、アントニオ・コンテといった強力な選手がいたために、多くの出場機会を得ることはできなかった。その後バーリへの移籍を経て、2001年に AC キエーボベローナに移籍するとそこで、 自らの才能を開花させることになった。移籍初年度の2001から02シーズンには、エウジェニオ・コリーニと共にキエーボの中盤の軸となり、ミラクルキエーボの一員として、チームの合役心に貢献した。その後の2シーズンもチームが7位、9位と安定した成績を残す中で、自らもコンスタントに結果を残した。2004年にエースローマに移籍してからは、 攻撃面において進歩し、特にペナルティエリア付近に飛び込んでのシュートを得意とした。2007から08シーズンから2シーズンは CF にコンバートされたフランチェスコトッティに代わり、攻撃的 MF のポジションを任され、ローマのゼロトップシステムのようとして活躍した。トッティとのコンビネーションはゼロトップシステムの核とも言える。ゲームメイキング能力は突出しているとは言えないが、 展開を読み、それに応じたプレーをする、頭のいい選手であり、ユーティリティプレイヤーであることから、監督から重宝される選手と評価されている。2013年6月29日、現役引退を公表した。引退後は、イタリアサッカー連盟の職員として、テレビなどで活躍している。イングランド代表を選ぶ権利も有していたが、U-21 代表で、イタリア代表を選択。 2002年11月20日トルコ代表戦でイタリア A 代表のデビューを果たした。UEFA ユーロ2004のメンバーに選ばれ、ブルガリア代表戦では得点を決めるもチームはグループリーグ敗退となった。2006FIFA ワールドカップ本大会ではマルチェロ・リッピ率いるイタリア代表メンバーに選出。ヨーロッパ予選ではほとんど出番はなかったものの、本大会では レギュラーメンバーとして活躍。グループリーグから決勝まで全試合に出場し、チームの4度目の優勝に貢献した。ワールドカップ後に新たに就任したロベルト・ドなどに、監督のもと、2007年11月21日の UEFA ユーロ2008予選フェロー初当選戦で、初めてイタリア代表のキャプテンを任された。本大会のメンバーにも選出され3試合に、 出場するもチームは準々決勝でスペイン代表に敗れた。2009年2月10日の親善試合のブラジル代表戦を最後にイタリア代表を引退した。マンチェスター出身のため英語が流暢に話せる。エースローマ代表、ありがとうございます。